飯舘村県民リポーターの松尾弘樹です。今日は飯舘村で行われている面白そうなイベントに参加してみたいと思います。今回のイベントは、このおもちゃかぼちゃの実を探そうということで、アーティストさんの長谷川仁さんが作っていただきました。今年の5月ぐらいからですかね、準備をしまして、で、まあ、飯舘村でやるおもちゃかぼちゃイベント第1弾ということで、まあ、これ欲しいなとかっていうのを皆さん積んでいただければなと思います。あと、ちょっとお芋掘りとかも一応隣でやってできるので。こんにちは、長谷川です。今日は5月までありがとう。飯舘村で何かアートでできることはないかっていう話があって、いろいろ考えてこういう作品を作りました。食べ物じゃないなんか農作物で、なんかこう飯舘の人が今までやってきたような農業の仕事を延長線で、まあ、できること、それでまあ子供たちが喜んでくれて、なんか未来につながるものができるかなと。いちご狩りとかぶどう狩りみたいに、まあ、おもちゃをこうみんなで狩るっていうのが楽しいなと思って作りました。はい、本日イベントに参加してきたんですが、子供から大人までたくさんの方が参加して楽しんでいる様子を見て僕も嬉しくなりました。今後もですね、飯舘村の情報をお届けできるよう頑張っていきたいと思います。ぜひ飯舘村にも遊びに来てください。バイバーイ。